はい。ということで、皆さん、途中なんですけども、現在、ゴールデンラッシュポッドキャストはね、スポンサー、どん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 募集中です。例えば、食べ物屋さんだったらね、ゲストのみんなと食べてみる。それを、まあね、一つね、あのポッドキャストの途中で出したりとか、まあ、服だったらね、あの出演中に来たりとか、まあ、いろんなね、あのことができると思うんで、ぜひぜひね、スポンサーしたいよとか、このチャンネル、サポートしたいよって人がいれば、連絡してほしいと思います。下の方にね、自分のインスタグラムのリンクも貼っておくんで、そこからメッセージいただけるか、まあ、E メールか、あなんでもいいのでね、ぜひぜひメッセージ できればなと思います。スポンサー大募集中です。ぜひぜひ連絡お願いします。じゃあプログラムに戻りましょう。Let's g あのもう高校生の時、ねうん、だけどドリンクもめっちゃちっちゃくて、出てきて <laughs> あオッケーじゃあこれででファンテンに行って、うん、ドリンクやって、うん、それでもう多分あの食べ物が出てくる前に、うん、もうみんなもう飲み終わって一回。 ディフィルションに行こうとしたらすいませんってうう店員に言われてディフィルは料金かかりますってなってそこで結構一番な,なんなんだここって思ったかもしれない <laughs> はいってことで今回のゴールデンラッイュポッドキャストのゲストはアメリカ・ニューヨーク生まれの彼 東京ビタミンのディレクターとして、レコードレーベルから、アパレルのプロデュースまで、全てを手掛ける。ビッグ岡田くんです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。東京ビタミンって、俺も聞いたことがあったんだけれど。はい、その、結構ウェブサイトとか見てても。なんか、レコードレーベルなの、なのかなとか、アパレルなのかなと思ってたんですけど、どういう。活動っていうか、どういうものなんですか。東京ビタミンって。そうですね。今はもうレーベルっていう感じで。すごいってて。はいはい。 だけどもともとはまあイベントをやったりあとミックスをいろんな周りの友達に作ってもらって出してたりと<ー>して活動は今までもいろんな形で変わってきた今までベルとしてえ,ー、えじゃあ最初それこそまあイベントとかミックイングって言ってたけど結構もうクラブでまずイベント始めてみたいなそこから始まってみたいな、うんまあ、クラブでもそのイベントが でも全然できなかったから、本当なんか知り合いのバーとか小さい場所で、<ー>あの箱で本当最初も10人、友達とかだけでの最初、イベントやったり、ったやってて始めた。へえそれが何年前ですかそれも2016年くらいだか、もう6年くらい前。6年くらい前。そうなんだ。え、そのじゃあそのミックスイングからどういうふうに進化して、今こういうレコードレベルみたいな形に なったんですかまあもともとそういうなんかレーベル数音楽、うん、なんかメインでちゃんと活動するのはゴールであってはい、はい、なんでそういうレーベルまあ自分もそう結構その,あの音楽するに聞いてファンとしていろんな、うん、あのいろんな街とかいろんな国のレーベルまあそんなメジャーレーベルじゃなくて 3D レーベルとかもいろんな音楽ももちろん良かったりブランディングも良かったりいろいろな。 ところ好きなとこあったんで、うん、そういうのはまあやりたかったとは思って、まあレーベル自体、耐えたのも、本当最初、本当まあ遊びの,の延長みたいな感じで始めて、感じなんで、えー、ほんとその時もほんときは本当21とか、だから何もその時はできなかったけど、あ<ー>まあ焼い,いてみたいこと分かってたから、それにできるだけ近づいて、できてる感じ。えー あ、そうなんだ。え、東京ビタミン、その、レーベンショようとすに、なんか、これ難しかったな、っていうこととか、で、それをどういうふうに超えてきたとか、あるんすかうん、まあ、本当何でも多分、経験だと思うけど、もちろイベントやるのもそうだし、うんうん、曲作って、その、まあ、た曲作るだけじゃないけど、その、例えば、ミキシングだったり、その後、で、うん、その、曲出すタイミングのとの出し方だったりははいはい,はいはい。本当最初は自分たちで、 僕がンクラウンドでも無料に、ただ、あの、あげてただけなんだけど、えー、まあそこから、なんだろうね、まあもちろん時代も、まあ、たった6年の間だけはすごいその音楽内でも日本でも変わったと思うから、それに、なんか、合わせススなんだろう、その、まあ一個が何か1個難しいとか、全体全部難しい。全部難しい。あ <laughs> あ <laughs> <laughs>、そうかそうかまあ今ももちろん難しいし、うん、だけど、うん、まあ慣れ,慣れていけば、どんどん。ど 面白くやってきそうなんだ。え、最初、こうなんか、割と多分東京ビタミンって名前が結構認知されてるんだけど、と思うんですけど、どういうタイミングで認知されてきたとか、なんかあるっすかまあ、どういうタイミング、まあ、そのどっかのタイミングではないけど、それこそ本当、今まで重ねてきた<ー>多分活動はい、はい、その。 あのもちろんこのコロナ期間になって前ほどはそのまあ、自分たちまで意味結構そのインターナショナルバックアンドを持ってる人のでそういう海外歌手とが東京来たりとかにも結構いろんな人に動いたりイベントやったりうん、うん、結構大きかったけどそれがなくなってからもまあできることにちょっと専念してそれこそのアルバムコンピレーションアルバムレーベルとしてにこう出したりとかうん、うん、そっちのも違う活動にちょっとはい、はい。へえ なるほどえコンピレーションアルバムは2個出た1個目はどのぐらいのタイミングで出た1個目は2020年の秋出して 2, 2作目が去年の11月におえコンピレーションアルバムにはどういうアーティストがかかったりとかしてるんですかコンピレーション1作目はあのバイドメンブルーっていうタイトルでうん、うん、そこには、まあ、もちろん Duke of Hard d r u で あと、ま、デックス、うんうん、フー28とか、あの、結構いろんなアーティストが参加してくれて、二作目では、<ー>あの、マミアチ、うん、あとグリコっていうバンド、など、はいはい、あと、オンリーユー、オンリーーユあとまフェッツ、本当はその、ま、あ自分たちで、なんか周りで知り合えたアーティストとかに、はいはい、ま、あちょっと声かけて、一緒にこの、 プロジェクトに参加してすごいえそういうアーティストとかどういうふうな例えばレックスくんとかどういうふうなつながりでつながってきたあレックスは本当ど,どっかイベントだったと思う<ー>本当結構すべて、まあ、外に出て、うん、なんかイベント行ったりなんか展示行ったりポップアップ行ったり何かしら動いた結果で一緒に会えたりとか結構 もう全てぐらいだと思うんだ、えー、なんかそれすごいなんか <laughs> なんかやっぱ自分とかもこういうメディアとかやったりとかしてるし、まあ、大きな目標があって動いてるしそういう人が多分この視聴者も多いと思うんだけどネットワーキングする上でなんかどういうふうなさっき「そのポップ UP!」いくとか言ってたけどどういう動き方してどういうふうに考えてとかうんまああまり正直でったらその好きなものがやっぱり自分ではなんか前から、うん あのその好きなブランドとか好きなアーティスト好きないろんなあったから、うん、単純にその好きなものにあとちょっと興味あったものぐらいみたいなものに行、うん、ったりあとそれこそ一緒に今一緒にあのビタミンで活動してるケちゃんとか、うん、彼も違う趣味いっぱいあるんで、うん、なんか紹介してもらって面白い自分も興味あれば一緒になんか行ったりとか教えてもらったり。 まあ、ケンちゃんじゃなく、あの、デューク、うん、アントも、そうなん、デュ、うん、ーク・オフ・ハー・ジュク、彼もそうなん、すごい絵の、趣味の幅が広いんで、常に、まあ、みんなでシェアをしてます。えー、そうなんだ。えー、そういうイベント情報とか、やっぱり、ソーシャルミアとかが多い、まあ、うん、かん、そうだね。えー、イベントの情報は。チェックしてるなんかページとか、ものとかあったりするんですかいや、もう、なんか、ほんと、それこそいろんな、 まあ、イベント行ったらしい、いろんな界隈の、なんか、DJ とか人がいるか、そういう人たちに会って、うんうん、そういう人たちが、なんか、情報を大体、持ったり、まあ、シェアするからその、<ー>その人たちに関わったイベントとか、<ー>でそういう感じで少しずつ、なんか、情報がひお広まったかうん,うん,うん,、うん。ええ、うん、すごいな。えー、ちなみに、まあ、コンシピレーションアルバムとかいろんなことやってると思うんですけど、なんか、 東京ビタミンはこういう人に聞いてほしいのとかこういう人に伝えたいなとかそういうものあったりしますかうんまあ単純にこの、まあ、自分たちが、まあ、多分好きなものの延長線でがすべてその音楽だったり、うん、まあ映像だったり服やものに出てると思うんでうん、うん、確かに。で別にその自分が好きなものは同じく思うその似たようなもの好きな人は結構多いとは確かに確かに。 何も特別なことではない、うん、と思う。から、でも、もしその、なんだろう、たまたま見て、それい気に入ってくれたら、すごい嬉しい。えー、そんな感じ。なる,なるほど。え、ちなみにあの、あの、アーティストのプロデュースとかもしてるったりとかするんですかそうだ、まああの、<laughs> なんか少し、プロジェクトずつによったりとか、作品によったり、なんか一緒に関わったりとかはしてる。へ、えー そうだちなみにアパレルとかもやってるですもんね。アパ <laughs> レル、そうですね。ビタミンのブランドのものを作どういう商品とかあまあ、基本最初はあの T シャツかなから始めて、うん、その T シャツも最初自分たちやってた DJ パーティーとかだけで。たりしてあ、そうなんですね。そそれももう 結構もう三四年やっててでまあ二年ぐらい前かな初めて「ポップアップみたいなのをポップ UP! ってやってみたり<ー>なんかまあ T シャツからなど今なんかこういうキーチェーンとかッ、うん、曲とかはいろいろ、はい、と作ってますポップ UP! はどこでやったんですかポップアップまあ最初はあの自分の知り合いのミス・ポーチュエーションっていう、はい、あのヴィンテージシニアが原宿にあってそこはあの多分みんなも曲 聞いてるとの、V. っていうプロデューサーが、うん、あのやってるお店、何回かその前か,から仲良くしてもらってて、そこのお店でやってる。へぇ、えー。そのポップアップはどうでしたなんか大変だったりとか。いや、まあ,あの、その最初の本当、その土日2日間だけやって、はい。いろんな友達、プラスそのまあビタミン、 とか自分たちがやってる活動あとまあ自分たちが、まあね、あの関わったアーティストが好きだったりとかの、うん、人たちに会えたりしてきたから<ー>面白いです楽しいですそうなんだえどういう人が多かったですかその「ポップアップに来てくれた人とかまあそのあまりちょっと忙しかったんでそこまで食べってなかったけど <laughs> まあなんか少し話しかけてくれるとうん、うん、まあ代々の な曲すですこの前のアルバムの何の曲が好きだったとかそういうの言ってくれるのがすごい<ー>自分はすごいですし。自分でプロデュースミキシングも全部やったりとかビート作ったりとかも自分はもうそのもともと最初ビタミン活動の時はやってたけど今はもうそういうの実際作るのやってなくてプロダクションの側で、はいはいはい、じゃあなんかこういうコンセプトでこういうふうにやりたいっていうふうにしてプロジェクトマネージャーみたいな感じの動き方をしてるみたいな。そそうなん、ね、まあその 本当そのまあプロジェクトに本当によるけど、関わり方とかどうまで関わるかだけど、そういうまあ自分で意見シェアしたりとかは。ちなみに東京ビトミンはどういうメンバーがいるんですか、今あのまあ基本、あまりメンバーとか自分たちではあまり決めて気にしてないけど、いつも一緒に活動しているのがまあさっき言ったケンちゃん。彼はまあ映像の BJ しつつ映像。 監督をして、結構いろんな映像のプロジェクトに関わってる。自分たちのもそうだし、いろんなアーティスト。でもヒップホップ以外のなんか音楽の映像も彼も関わってるから。あ、そうなんだ。あと、まあ、Duke of h クアーティストで、彼はもう、彼とケンちゃんと一番長いぐらい、最初の方にやって、一緒に最初から活動してる。 そうなんだ。うん、えー、えじゃあ、プロジェクト前にメンバー集めて、一緒にバーってやって、みたいな。プロジェクト自体は、まあ、去年のアルバムに関しては、その3人と、うん、あとあの、グリコの2個、うん、2> で彼4人で、その、まあ、曲を集めたりとか、うん、ちょっと話しかけアーティストあの、決めて、その曲をプロジェクト単位でその、ダイなんか、担当とかで決めて、や A&R っていう。 A&R はそのはそう、A、はレーベルの単語だと思う,思うんだけど、うん、A&R はどういうあの動き方をするんですか、まあ、?A&R はその例えばアーティスト誰かが一人いて、はい、<その> <laughs> 次例えばこのアーティストが代々と曲作ったらいいかなっていうアイディアとかを出して実際つなげてその曲が終わるまで。 面倒を見る人みたいなまあ役割みたいな感じなんだけどあ<ー>そ、まあ、今回去年あの <laughs> 例えばあの「ナイトモード」っていう曲が一個自分たちのコンビでしかなくて、うん、それはあのリアっていうアーティストの曲でもともと彼女のもうリリースした曲だったけど、まあ、自分とデュークはすごいその曲が気に入ってて、うん、リミックス作ってみたいなって思ってリミックスじゃあそれなら誰 にお願いするって話してたら、うんまあ、マノンっていうアーティストにお願いしてうん、うん、でデュークがその、まあ、連絡をみんなとそうやってレコーディングからすべて全部あの<ー>ーデやってくれた感じそういう感じで3人で分けるあ,あそういう感じでええ。<ー>ちなみにあの実際にそういうプロジェクトやるときって多分お金とかもかかると思うんですけど全部自分たちで出してるんですかそうだねまあ自分たちで出してるのとあと、まあ、タイミングが良ければ、まあ、去年は 逆にありがたいくタイミング良くてそのイェーガー・マイスターと一緒にプロジェクトをやるなんか話をもらってそれをちょうど自分たちのコンピレーションのアルバムを制作してる時だったんで<ー>でこ一緒にあのなんだろうその PV を通してこのイェーガーのブランドと一緒にコンテンツ作れないかな楽しみとは是非って言ってくれたんで、うん、だからそのおかげであの自分たちがやっぱやってみたい レベルの PV とか予算感で、うん。はいはい、はいは。宮地のあれ宮地の。あ,あれそっかそっか。それともともとカラボで話が来てみたいな感じであ。そうなんですね。え、他にはどういうブランドとか企業さんとかとこうタイアップしてやったりとかしてるんですかあー。まあ、タイ、そうだね。あまりそんなたくさんやってるわけではないんだけど。うんうん、あの去年も Spotify とその Spotify まあもうすごいその日本のヒップホップをなんかそのシーン自体を応援しててえそうなんだそのまあ最近でもすごいここ数年でもすごい人気曲がってきたと思うしアーティストもファンもそういう両方とも増えてそれをなんか <coughs> きっかけにあの Spotify のメインのな j ヒップホップのプレイリストの名前を変えて、うん、リンブランディングするタイミングでちょっと話して声かけてもらってえすごい一緒にあの まあデザイン、名前はもう決まってたんですけど、それが AD はこないっていう名前に変わって、うんあの、その、まあちょっとデザインとか、あとまあ映像の方とかで少しアイディア出して、うんえー、そうなんだ。え、すごい。え、あれはプレイリストみたいな感じあれはそうそう、あの、一応 s p o t i f のメインの日本語のヒップホップのプレイリスト。えー、そうなんだ。 え、キュレーションとかも東京バイビ,ビタのでレーョン、最初のそのリブランディング、うん、名前変えて、リブランディングするときに、なんか広告とかデザインとか、映像とか CM っぽいのも作って、あの、キュレーションはもう完全に s ティファイ y の人たちが、自分たちが関わってない。なへじゃあもう本当にブランディングとかプロモーションとかそういう感じのかかり方、うん、あ、そうなんですね。結構そういうかかり方がやっぱ多い、多い、多いんですか他の企業とかなんかあったとしたら。 全部なんか声かけてもらったら全部やってないでその<ー>自分たちもなんか自分ビタミン東京ビタミンとしてブランドとして一緒にやってなんかメイクセンスするところだったらちなみにその東京ビタミンのブランディングっていうのは結構その J ・の j p p o p をおすすめるみたいな,なんか結構そういうあのコンセプトがあったり。 とかする感じなのどういうまあそれをそれある意味多分自分もうちょっと個人なコンセプトであって今話しても2022年の時点ではもうすでになんか少,し少し結構変わったの自分でも感じるけど本当最初なんか自分が日本2016年17年とか来た時に自分もその日本の音楽め,っち,ゃめちゃくちゃ聴いて育ってたわけじゃなくてあんまり何な,なら聞いてなくて。うんうん で、まあ、2015年あたりに、ま、こうの音楽見つけて、こうから、うん、ま、その日本の、今新しい、なんかその時の新しいヒップホップシーンにすごい興味持って、あの、なんかそういうかっこいい <laughs>、日本にいるアーティストも世界とかでも、そういう、なんか、早、なく普通に曲かっこいいと思われる人も増えそうな時だなと思った時に、うん、なんか日本のクラブとかパーティー遊び行ってたら、 ので結構アメリカのヒップホップしかないで、はい、のうん、うん、で、単純になんでなんだろうなってすごい思ってる。それこそ、なんかすごい、普通にインターネットとかではバズってる日本のラッパーとか、その時まあチャップがちょっと新しいぐらいの時だったけど、あ,うん、あの全然パーティーで流れないし、うんうん、多分流れたら盛り上がる、普通に盛り上がると思うけど、<laughs> なんか、 うん、そのでも単純に言うと DJ はその音楽を広める役割の昔のオールスクエルだけど役割だから一応その東京、まあ、渋谷でみんなもちろん渋谷出身じゃないけど一応まあ日本のメインの多分ヒップホップのおたくさんのイベントを渋谷とかで行われてそこで DJ してる人たちにもっと日本の音楽かけてほしいなという気持ちはすごい。 あってでも今は本当もう<ー>今はパーティー系もめっちゃ普通にかかってるしまあ確かになんだろうねそこはすごいいい意味でなんか変わったなと思うけどうその <laughs> なんか J ・ h ッ p p o p をもちろんそのしていきたいしもっと今はもう単純もうちょっと海外とのコラボレーションとかそっちも、ね、<ー>やってみたいなとはすごい思っててへ<ー>だけど、まあ、全体的にはすごいこの数年ですごい変わったなとは 自分,<う>自分でも感じる、えーそか。え、海外はどういうもの、どういうなんかブランドじゃないけど、どういうタイアップしていきたいなとか、あったとかそうですかまあ本当、ちょっとコロナのあれコロナの影響とかじゃないけど、うん、本当、単純に人が東京来なくなったり、かと東京からみんなも海外行けなく、うん、自分もそうです、行けなくなってた。 から時期するとある意味そこにはストップがかかっちゃって、うん、実際にまたその海外行ってみたりとか、あとその海外から人が東京に来て、そのバイブス、多分ピックアップして、また会ってからまた何かできるかな、うん、と。そっかそっか。ちょっとって、今はまたちょっと少しずつ、えー、また人もこっち来たり、うんうん、自分も行ったりとかしていきたいなっていう時期。へ、えー、そうなんですね。<laughs> そっかそっか。ちょっと話変わっちゃうんだけど、あの ビッグくんのちょっとパーソナルなことを聞きたいなと思って、でもともとアメリカのニューヨーク生まれでそこで育った感じなんですか？どういうどういう経緯でお父さんとお母さん両方とも日本人ですか？の両親とも日本人でもう、うん、あのアメリカにもういて、ねえー、自分があっちに生まれた感じ。うん、お父さんとお母さんは二世とかじゃなくてもう 向こうに引っ越した一世そうそうも,うもう全然両親とももう日本生まれ育ちの日本人へえ<ー>なんでアメリカにいたんですかその自分の父親もあの9年ぐらい前も亡くなってしまったんですけど<ー>結構あるのアメリカンドリーム的な絵で目指して結構若い時に多分20代の時にアメリカに行ってたんですんへえだからもう結構人生半分以上アメリカにすごいなへえそうなんだ ニューヨークはどうで,どうどうでした育ってた環境とかはいやまあ本当に恵まれたラッキーだなって思うんですよね。うん、それも一回そのずっと前育って,て高校までニューヨークに行ってそれでその時に日本に初めて引っ越してきたんですけど、うん、その日本に来た時にあのニューヨークめちゃめちゃ <laughs> まあ日本もめちゃもちろんめっちゃいいけどその唯一自分が知っている場所を初めて離れたら。 いや、めっちゃいい場所じゃんって思って<ー>いやもっと新たにもっとなんかアプリシエイトすることになったんですかいがないというかん、うん、だけどまあその自分もい,いろんな国籍な日本人の友達はいなかったんだけど<ー>いろんな逆に違う国の友達が普通に周りとかそことかすごいあの楽しかったなそうなんだニューヨークの恋しい食べ物とかあったりするんですか

まあ本当シンプルだからで多分ニューヨーカーってそのあの 待てないから。一番早いと思う。そのスルのこのまま出てくるかそういうことか。なんか、この間、カズオ君とやって、それで、家族もニューヨークで、俺もプレインチーズのダラピザが一番好きみたいな。間違いない。間違いない。そうなんだ。ニューヨーク行ったらやっぱプレインのダラピザ。そうだ。場所によっては、ちょっとお腹壊すかもしれない。 そうつけて。<laughs> <laughs> そうなんだ。<laughs> えそっかえちなみにニューヨークにいるときはなんかどういう少年時代だった昔から音楽とかあの服とか興味あったそうだねその、まあ、音楽自体は自分もなんか楽器とかずっと弾いてたりして音楽は周りにはあってはい、はい、その前ヒップホップとかも まあ自分一番最初に買った CD がもう50セントの Garrity Dietrime。で、多分7歳かぐらいかな、うん。7歳で。7歳, <laughs> 7歳でそのアルバムすごいな <laughs>。友達の兄ちゃんの影響で。<laughs> あ、そういうことか。で、ちょうど出たばっかで、なんか流行ったけど、<laughs> CD なんか、まあ10度ぐらいだったけど、<laughs> 多分1、2ドルのお小遣いをずっと貯めて、やっと買い,買いに行こうと思った時に、なんか10、 なんだろう、十な十八十三歳以下は買えないって、あの、パレントのステッカーついてるから、それついてて、うわ、どうしようって,って結局親に頼んだら普通に買ってくれたで、その親に、親にレジ行ってもらって買ってくれたのは覚えてるけど、音楽はだから結構、<laughs> そうそう、昔から好きで、昔から自分でなんかディグったり、うーんあの最初の iTunes とか、その後ラ LIME WIRE とか、今はもう多分、誰もわかんないと思うけど。うん そういうのを使ってリグって,て、えー。でもやっぱ結構ヒップホップからリグってた感じだ。昔からそう、まあ。いろんなヒップホップもそうだし、うん、あと、まあ、普通にロックとか、<ぁ>あの自分がいた中学に結構そういうロック好きな,あのこなんか子たちが周りいたの親,とか親がロック好きで、<ぁ>そこで結構いろんな情報とかも、うん。そうなんだ。 え、ちなみにロックバンドで好きなロックバンドとかいたりするんですかまあ今は正直そこまで。今は好きなのはグリコの友達だけど、うん、今東京で活動してるバンドだけど、昔は普通に、まあレッチリーとかグリーンデイとか、あの辺普通に、うん、グリンク182とかその辺めっちゃ聞いてた。うん、え、グリコっていう、自分ちょっとわかんないんですけど、どういうバンドなんですかグリコは今東京ベースで活動してる 三人バンドで。もともと、あの、カナダ、ね、そうういまあ出身なんだけど、まあ、日本人、三人、日本人とフィリピンのハーフの三兄弟のバンドで。彼ら、あの、まあ、そうなんここ一二年だって仲良くなったんだけど。あ、そうなんだ。めちゃめちゃかわい音楽かっこいい。へぇそうなんだ。とパンク系それでもロック、もうザ・ザ・ロックみたいな。うん、どっちスも最下で行く、ちょっとインディーズ。ほう。へぇ ゆっくりな、いろんな曲あるけど、いい感じの音楽なんて。で、アメリカで高校生まで行って、そこから日本に来て。そうそうだね、その時に初めて日本に来てきた。え、その時は日本語とか全然問題なかったいや、全然喋れなかった。喋れなかったえ。最初、最初一人で来て、自分のおばあちゃんの家に一人で住んで、日本の学校 で、日本の学校多分ちょっと舐めてて、<laughs> 大丈夫、日本語喋れないけど大丈夫でしょ <laughs> って思って、日本の学校行ったら、全然も先生ってることさ、わかんないから、もう、一週間でもうやめて、<laughs> そのもう、ちょっとマジ無理ってなって、で、なんか、なんか英語でも授業がある学校に、そこからなんか見つけてた、うん、それインターンショナルスールとかじゃなくてインターナショナルみたいな感じの学校。あそういうところがあるんだ。 ええ、そうなんだ。だけどそれも最初本当一年だけ行く予定が日本で、結局高校全部こっちに制して、楽しかったから、えーはい。え、え、それはやっぱり日本が楽しくて、あ、これ、ここでがいしばらくすみたいな、みたいになって。まあなんか逆に一年来たタイミングでちょうどなんかいろいろ楽しくなってきて、そんな人かもできて,きて、はい、そういうことか。で、なんかこのタイミングに帰るのもなんかもったいないな思って感ったけど、本当に、 もう変えなきゃよかったな。もしそん時帰ってたら今に繋がってないと思う,そう。そっかそっかそっか。うかうん、なるほどね。え、その東京、その時は東京、日本にいた時はううあ、日本に、日本にいた時、<ー>日,本日本に帰ってきた時。 日本,に日本に帰った時はそうだは、ね、東京住んでて、うんうん、横浜の方の学校に行ってた。横浜の方のあ、そうなんだ。え、ちなみに、日本に来て、やっぱ多分アメリカと違ったと思うんですけど、どういうところが違ったなんかカルチャーショックとかあったっすかあ結構、あったね。今、逆に思い出すのはちょっとあれだけど、うん、普通にもう朝、学校に行く、もうあの電車とか乗っていく時からもう、もう、家出た瞬間、カルチャーショック。<laughs> そっか、そうなんか、前やっぱ電車でも学校行ってたけど、全然やっぱ違うし、今が、自分の家が今回学校がすごい遠くて、前は20、30分で余裕できたけど、片道1時間近くとか、そっか。普通の朝の日本の電車、混んで電車とか、そうだよね。普通にもう最初の2回生でもギアになってきて、そのせいで。そうだよな。 東京のとかの電車難しくて人も多いしみたいな東京はまず人が多いそ,うそこがあとみんな朝の電車すごいあのムードがああそうだねみんなもう死んでるからこっちもあんまいいムードになれなきゃいけないけそうなん <laughs> そかそかそっかちなみに高校ではどういうこと何か僕はツッなんかやってたかしてたそうなんあ結構いろいろとその音楽系のやってたりしますけど が好きだバスケもしたり<ー>で結構でも本当自分もそのずっと、まあ、日本人だけもう中身は完全はメーカー人だったはいなんか日本人みたいにみたいにじゃないけど、うん、もうちょっと日本っぽいこと日本の普通の高校生みたいなのになりたかったなっていう気持ちがあってそうかそうかえちなみにあのアメリカでは普通だったけど日本ではちょっとなんか 引かれちゃったから、ちょっと気をつけなきゃいけないなと思ったこととかあったうーん、まあ、さらにその外にいるときとか、あと、や、一番、一番、普通に、普通にあれだったのが、あのうん、サブウェイ行って、うん、さあのサンドイッチ、<laughs> サブウェイ行って、日本のサブウェイ行ったら、なんか、普通に、なんか、いつもアメリカ頼みやすいって、普通に頼んで、うんあ、あの、なんか、 サンドイッチとドリンク。で、出てきたらもう、サンドイッチがまず、まあ、ここはまあ、しょうがない。ここはいいんだけど、めっちゃちっちゃい。アメリカの、なんか、5ドフォルワンってめっちゃ、ずっとそれで育ってきたから、しかも安いし、確かに、確かに。食べきれないぐらいな、そなんだけど、それ、まあ、まずちっちゃいと、あと、あの、も高校生の時だけど、 ドリンクもめっちゃちっちゃくて出てきて。<laughs> <laughs> あ、OK、じゃあこれで、で、ファンテンに行って、う <laughs> ドリンクやって、それでもう多分、あの、食べ物が出てくる前に、もうみんな、もう飲み終わって一回。自 <laughs> 分もディフィールしように行こうとしたら、うん、あ、すいませんって、<laughs> もうん、店員に言われて、ディ <laughs> フィールは病気にかかりますってなって、<laughs> <laughs> いやいや。言われた。 そこで結構一番、なん、なんなんだ、高校って思ったかもしれない。高校始まって一ヶ月目くらいで、その後、が、学校の後、サブウェイ行って。<laughs> めっちゃ感じた。<laughs> 確かに、<Yeah. S 1> アメリカはリフィルフロ、フリーだからね。めっちゃでかいし、おかわり自由だしみたいな。めっちゃちっちゃいけど、そこは結構、<laughs> 結構感じた。<laughs> <laughs> 確かにいいか <laughs> え。ちなみにアメリカで育ってよかったなって思ったこととか、日本に来て、あこれはこれで育ってよかったなって思ったことあったりするまあ、アメリカだから、またアメリカの中でもそのニューヨーク行ったことすごいラッキーだったと思うし、アメリカじゃ逆に他の場所でい,ないった経験できないことニューヨークに行たと思うけど、単純にアメリカ同行じゃなくて、その違うなんか文化、 でちょっと育って、うん、それを日本に来た時に、うん、その経験を使ってシェア、シェアじゃないけどうん、うん、自分の意見も言えるのがすごい、<ー>なんか日本にずっといた人とまたちょっと違うなとか感じたはい、はいそ。それでなんかうまくいった体験とかあったりする、まあ、多分そ今やってること結構うん、うん、全てに届くそこは大きなと思うけどう、そういうことか。どういうの影響を受けて、どういうふうになんかプラスになってるなと思う日本に来て、そのニューヨークで育って、そういうカルチャーで育ったおかげで、 今こういう東京まあそうだねまあいつも周りにそのさっきでケンちゃんとかうん、うん、みんなやっぱ英語が喋って基本、はい、なんか自分たちでも英語で喋る時が多いからうん、うん、そこのなんだろそこのまあ使える部分はやっぱその東京もある意味カルチャーの世界のハブだから、ね、はいはいさっきも言ったようにうん、うん、な人が本当東京に来てそう、ね、逆にニューヨークとかアメリカ行った,行ったら絶対 会えなかったり、絶対その場所に入れないことが、そういう東京では、まだあり得ると思うん少ないかは、まあ、その英語喋れる人、うんうん、まあそのに、確かに確かに。そういう面では、なんか、その、なんだろうね、その経験を使って、まあ、あとそういう、まあ、アメリカとか人が来たときも、うんうん、そういう、なんか話すれば、あっちもちょっとは、確かに、馴染みやすいんじゃないけど、にうんうん、今なれるかな。そ,かなそのまあ間の、日本とその、 世界世界じゃない他の国の間になんかいる立場は、うん、なんかにはすごいいいなとえやっぱさっきまあ、ちょっと東京ビデオミニの話にっ戻っちゃうんだけどやっぱ結構最初の方に結構いろんなカルチャーのバックグラウンドある人がいるんだけどやっぱ結構そういう外国の方を結構受け入れていろんな活動したりとかもしてたのもある。うん、まあ、自然にやっぱり遊んでて新しい友達も、はい、まあやっぱその英,、まあ、全然英語日本語関係なく、うん 多分周りもそのいろんな人種の人とかいるからか自然にいろんな人が集まってきてうん、うん、それでなんか広まったとそういうことか、うん、そう確かに俺もあの東京ビタミンのウェブサイト東京バイタミンのウェブサイトの時に結構そのインターナショナルっていうか結構モーティカルチャみたいなそういう一面が見えたからなんかそれもさ東京ビタミンの強いところなのかなみたいなちょっと思ってたかなと思っててやっぱ結構いろんな 国の人が集まったりとかするそうだね、うん、東京時点にも、東京いるだけでいろんな人が、今はまた少しずつそうなってきて、また前みたいに早く戻ってほしいけど、うん、そうね、うん、そっかそっか、なるほどな。えちなみに、今は、一回アメリカ戻ったんだっけ、その日本に高校3年間行って、アメリカ戻って、また帰ってきて、待ってきた え、その帰ってきた理由とかはどういう帰ってきたまあ単純にあっちの高校卒業して、アメリカの大学1年行って、うんうん、ちょっといろいろあって、1年で学校を辞めて、はい、で、まあどうしようかって考えてる時期が1年ぐらいあって、うんうん、で、ちょっとまた、ちょっとニューヨークにアメリカにも入れなくなったから、うんうん、とりあえず、まあ一旦、もう居場所がないから、また日本に行ってからちょっと考え直そうみたいな感じ。で、でも、 ちょうどその時に、まあ、学校、まあ、学校なんか探して、大学どっか行くか、うん、まあこの興味ある、このビタミンとか興味あるものをね、やってみるかって結構、自分の中ですごいあの考え、まあ、半年ぐらい考えてる時期があって、うん、だけど、まあ、その時、二十歳ぐらい、十一ぐらいで、今からまた4年間、自分が学校に行って、絶対行かないもう分かってたから、<laughs> じゃあそれなら、 で、逆にもう二十歳二十歳,歳とか絶対二度と学んないから、うん、その、やってみたいかったことをやってみあの、それちょっと、とりあえずもう、トライしてみて、そこ、うん、に行ったら、そういう似たような考えてる人と、うん、まあ、ないだしぐらいの人がにあった感じ。なるほど。そういう感じなんだ。えー、じゃあ、あの、今はどういう感じの一日なの一日のルーティーンとか、そういうの、スケジュールとかどういう感じ まあ、その、結構そのプロジェクトごとに自分もなんか動いたり、それからそ,かその忙しい時期とかあと、うん、まあ、いろんなプロジェクトも重なってるのは常にちょっとあるんだけど、うんうん、まあ、基本ルーティーンは、その、朝起きて大体ここか、自分たちが音楽、あの、あの録音してる場所があるんだけど、まあ、そっちの方に最近行ってるけど、そこ行って、なんかその日に来る人と会ったりとか。 日による、うん。え、そのスタジオはその、自分たちの音楽も作りつつ、いろんな人もスタジオを利用できるような場所なそ一応、まあ、その <laughs> いろんな人も利用したり、いろんな知り合いとかアーティストも今でも来てる、うん、一応でもまあ使,ったり使ってる人は、普段とかだ、大体埋まってるから。うんうん、えー、すごいな。え、それはもともと自分で音楽作ろうと思って作ったスペース の、うん、なんか新しいスペースに、なんかコネクションがあって、あ<ー>そこの場所をなんか使い始めて、借り始めたて、うん、そういう感じなんで。そこも本当、まあそういうそういういラッキーなスペースに出会えた。うん、うん、すごいありがたい。そこそっか、そうなんだ。えちなみに服とかも、あの、ビック君が結構プロデュースしてるかもしれない。そう、まあ、無物に、その、みんな多分、そのやってるものは、例えば自分はまあ DJ として、うん、うん それ以外で、まあ、そのビタミンのスクールとかマーチマッチャンダイズの辺は自分がするです。すごいなえ。そういうのって、ビジネスとかって最初どういうふうに勉強したもうやりながらもう本当やりながら。うん、で、まあ、自分もその最初、日本にあの来た時に、うん、あに、友達がまあ仕事につながって、ベイリーとも少し、ロイドとなんかし、まあ、しあの一緒にプロジェクトしたり、関わってたから、<ー>そこもすごい、うん、なんか。 自分にもやってることにもすごいもちろんいい影響になってるしうん、うん、あのそうだねそこそ,そ,その面では結構そこでも少し勉強して、まあ、自分たちに合う方法でちょっと変えてなんかやりながらうん、うん、今でも本当やりながらみたいな感じだしうん、うん、そうなえー、バーディー君ねあのうん、うん、あのヒューマンベイトとかいろんなデザインやってるどういう風の出会いでバーディー君とは知り合った感じなんですか<笑><笑><笑>あー レイリーはそれこそあのさっき言ってたその日本に帰ってきたタイミングで、まあ、いろんな人にとりあえずちょっと出会いたかっただからあので <coughs> たまたま自分が好きなあの LA のブランドキャロツとレアパンサーって二つがュク、うん、でポップアップをやるっていうのがサイヤー見て、うん、それで本当自分もそこすごい まあ、そのブランド好きで、ナナナキャロツでやってるアノワーっていう人がやってる活動的なことをすごい自分もなんかやりたかったなって思いました。その音楽の関係しつつ、そのブランドもやってるって人で。で、まあ、サンディスアノワーにちょっと、まあ、いるかな、会えるかなみたいな、はい、感じで行って、普通にポップアップ行ってアノワーもいて、ちょっと緊、ま、張、あ、しながら話しかけた。はいはいはい めっちゃ好きめっちゃ、まあプロジェクトスキーとか話して、めっちゃすごい彼のシンプルする、えー。そうなんだ。ありがとうて、ん、言って。で、パーカーか、普通に買って帰って、うん、あの、その後で帰ってインスタとか、なんか写真とか遡ってたら、うん、なんかその店舗に、まあ、TUGO っていう店、うん、なんだけど、原宿に、そこのエントランスのガラスに、なんかすごい可愛い絵がめちゃくちゃめちゃくちゃ描いてあって、その絵のガラスに、 あのまあ、自分見せた時もなんか見て可愛いなと思ってたけど、うんうん、その、たまたまその誰かの写真のタグになんかガラスにベイリーってタグつけてて、<ー>そしたら可のページにつけて、なんかその時、あの、本人顔も出してなかった、本当作品しか出すとしてなかったから、からすごい可愛い、なんかポップな感じですごい好きな、うんうん、なんかメッセージ結構ポップだけど、なんかパンクの要素もそうあるなと思って、で、 <laughs> まあ、その、たまたまフォローし始めて、その、1、2ヶ月後に、かえ、展示会、会展示やって、原宿のキットギャラリー行ってみて、その時に、あの、ケンちゃんと、あの、マットジェニマサヤ友達と、3人で展示会に遊び行って、そこから、で、なんか会って、この前、ポップアップで <laughs>、なんか行って、うんえー、可愛いかった見つけて来ました、みたいな感じで話しかけたら、うんあ なんかそこから少しずつ仲良くなって、彼の事務所遊び行ったりしつつ、あので、なんかアメリカにフェ <laughs> イリーが行くことになったら一緒に役誘ってもらって、まあ自分は英語もしゃるし、アメリカに行ったんで、<し>でそこで、なんか、そ,うだ、ね、そこ、2017年ぐらいかも。うんうん。えー、何回か一緒にえすごいえ。一緒にプロジェクトとかもやってたの一緒に、そうだ、今はもうその前ほどは。 関わってないけど今その逆にそのビタミンと、うん、かウェイス・デュース一緒にイベントやるとか、うん、なんかベイリーの音楽のプロジェクトとかの方では手伝ったりしてるけど、うんうん、今彼はそのアメリカにパートナーがパワードっていうのがいて彼と一緒にやってるそうなんだちなみにあのそれで言うとあのニコさんとかもインスタグラムとかでひ見たんだけど。 ニゴさんとも結構いろんな関わりがあったりとかうん自分はいろんな関わりはないけどそれこそベイリーが一緒あの一回ニゴさん事務所遊ぶ時に一緒に連れて行ってもらって<ー>そこで紹介してもらってるへ<ー>ううあの人すごいですよね日本であそこまで世界で,でどういう人だったですかいやそれこそ まあ、ちょっとめっちゃ昔あの子供の時ぐらい話もらるんだけどなんか自分はそのアメリカにずっといてうん、うん、まあ日本人だけどほぼまあアメリカ人っていう感じで自分もアメリカ人考えないと逆にもやって,やって,や,ってやっていけないから <laughs> <laughs> 子供だしだ,だからでももちろんそのなんか日本の <laughs> でまだその時もなんか前 今ほど、本当にこれもインスタのおかげだとある意味思うんだけど、前ほどアメリカ人が例えばアジアのカルチャーの知識のレベルが変わったと思うはい、確かに確かに。十何年とか二十年前に比べたら、本当、昔はもうアジア、アジアだから、中国、韓国、コリアン、チャイニーズ、ジャパニーズも全部一緒。で別に、そういうものなんだっていう感じでも、う生きてるから。 だけど今はまだちょっと多少、うんうん、そのクエスももっとわかる人多いと思うんですけど、あの、なんだろうね、単純になんかその日本のものとかその自分の普段の生活の中で出てくるとき、やっぱりなんか逆にそれをなんかネタとして使えるようなタイミングもあったし、そのクラスとかで、そういうのはだるいだるかったけど、<laughs> それになんか、ああ、これに、じゃなんかとジャカルス・ジャフニーズとかそういうときはすごい嬉しい。 単純にポケモン使いやすいけど、世代的に。あと、なんか、もう車とかもそうだし、なんか、あこれ日本の車なんだ。なんか、めっちゃ関係ないで自分の車会社の、あま関係ないけど、日本のものなんだ、日本のものだっていう感じで、うれしかったから、そこで、なんか、単純にその、アメリカの、なんかラッパー、ウェインとか、カニエとか、ファレルが、その、好きに好きな時に、 そのみんなが、自分たちがアメリカで、自分もそうだし、うん、アメリカ人の友達もかっこいいと思って、アメリカ人のラッパー。で、うん、その時もラッパーとかもスーパーヒーローみたいな。そうだね。確かに確かに。その人たちが好きなバンドが日本人のバンドなの。で、うん、それ知った時に、うん、マジでと思ったら、それめっちゃ、うん、めっちゃやばいなって,って。うん、そこからすごいその、<laughs> そのエイプとかそのニゴさんの、なんか、 もうフォローし始めて、そこの,そこのなんかタッチしたのが自分的には大きかったです。うん、だ逆に、カニエの s t r o n g e、er、をとうん、うん、PV とグラデュエーションアルバムで自分も、なな村上さんの存在も知った。あ<ー>はこのジャケ カニエはもうすごい自分が一番好きなぐらいで、で、今回のアルバム日本人のアーティストに出てくれてて、あ、ジャパニーズなんだと思って調べたら、村上隆史だし、PV があの、アキラのモチーフで、ストロンガーの PV が。そうなんだ。で、自分もアキラの映画知らなかったから、その時。で、それでアキラの映画のことも知って、だから逆に、逆リニューじゃないけど、カニエを通して日本のもっとカルチャーのものを知ってたから。へ カニエが、その、日本人のそのクリエイターがすごいと思うのは、日本のなんか、日本もすごいな。確かに。かすごい思って、そこから、そのカーチェすごい興味を持ち上る、ね。えー、そうだったんだ。えー、じゃあ一番好きなアーティストはやっぱカニエウエスト。カニエウエスえー、ちなみにカにウエストの一番好きな曲は好きな曲うん。むずいと思うけど。むずいと思うけど、一番好きな曲好きって言えないけど、一番多分今まで聞いた曲は、うんはい まあ、古いか一番今まで聞いてると思うんだけど、2個目のアルバムの,レレの、Late Registration の、Track 2の、Heard h i m Say で、f e a t u r i n で Madden 5の Adam Levine が入ってる。PV、あの曲、なぜか、カニエがなんか、アイディアありすぎて、3個ぐらいある。2個しか公開されたことないんだけど、どっちとも好きだからっちっち。えぇ、ー、うん面白いそ、えー。そうなんだ、チクチクよ。えぇ、そうなんだ。え それこそあの、うん、ミュージックビの話になると、あの宮地君とコラボレーションして、あれはどういうコンセプトでなんかニュース番組みたいな、日本ボクサーとかそういうのを意識したの、うん、どういうコンセプトの考え方した、あのー、コンセプト自体はたまたまそのタイミングで。大丈夫あっ、どうもー。<laughs> <laughs>

びっくりした。<laughs> 今更の KZM さんが出てきた。KZM さんとも結構一緒にいるイメージあったんですけど、どういうふうに知り合って多分は、それこそイベントだったかな。だけど、バスケもしてるか<あ>一緒に泊まりバスケとか。あ、そうなんだ、えー。それ何年ぐらいの知り合<年>友達なんですか 3, 3年ぐらい。<ー> 1>, 1回、なんか、デュークが企画した、台湾にライブしに行くっていうなく機会があって、その時き結構きっかけで長く、はい、なった気がする。はい、え、いろんなところ行ってるんだ、じゃいろんな国行ってる、やっぱ、うん。今、そうだね、最近は行けてないけど、そので逆にその日本来てからアジアが。 もちろんアジアなんだけど、アジアの国とかあんまりその前は行ってたことなくて。なん、はい、かその、なんか今やってることを通してアジアの国は行けてる。はい、へえ、ー、そうなんだ。え、ちなみにどこの国行ったですか今まで。うーん,ん。アジアだとは韓国、中国、香港、タイ、あーんで、まあメーカーで、うんうん そうだねまあ、ヨーロッパの数カ所、まあ、1、2カ所ぐらいど、えー。どこが一番やばかった一番やばかった。いい意味で。<ー>でもいいし、悪い意味で。中国が普通に。中国か。えー、よかった。香<港>どこの。香港も本当まあ。全然別だけど。なんか、うん、あんまり自分もイメージすることがなくて、はい、実際行ったらすごい楽し,楽しい、ねえーな。何が印象的だったですかいや、もう本当。 なんか、上海って思ったのが、みんなもう今、どの、うん、どの街、この時代多分、行ってもやることが同じ。ああ<ー>、てっ,てっていうのは。ネットフィックス見て,て、はいはいはい。フード頼んでて。中国でも。もちろん面白そう。なんか、日本よりも,もっと、携帯とかそっちの方が、まあ、なんていうもっと発展してて、はいはいはい。キャッシュとか、現金とかも中国使ってないから、<ー>全部キャッシュレスのペイメントで、QR コード系で。結構進んでるっていう感じ。 なんか俺がちょっと話聞いた、あれだと、ちょっと全部ではないと思うんだけど、なんか街で、なんか信号さえもなんか AI になってるみたいな。あ、バスかななんかちょっとわかんないけど、<ー>そういう場所があるらしい。ありそうだね。そうそうそう。それぐらい発展してるっていう話を聞いてて。ネットフリックスとかも見れるんだ。なんか中国でなんかそういうの、使えないイメージが。まあ、そうなんです、ね。使えないのは多いけど、多分中国版の全てがある。<laughs> そういうことか。な,かなるほど。また別で。おえー、なるほどねえ。ちなみにこの間、その、 インスタグラム見たのが LA にヤングココ c o c い君と、うんあいつ、いつかちょっと忘れちゃったんだけど、最近行ってたっすよね。そうだ、先月かな。先月か。ええー。それは何しに行ってたんすかそれまあ o c がそのアルバム、ちょうど先月出した。大丈夫、大丈夫、大丈夫全然大丈夫。ココが出したアルバムに、うん、なんか、対して PV とか、あ,<ー>あの、c o が取りに行くって言って。 タイミングでもあっちのプロデューサーともカエも話してて、うんうん、こっちも話してる人がいたから。うん、あの、で、そう、彼がマイクってなったら自分も、うん、そう,う、この2、3年アメリカ行ってないから。は,やは,やはやいはいはい。ずっと LA にいた感じどういう感じのスケジュールだったんですか結構もう、あの、一緒に泊まってたらもう、エアビーでここもスタジオを作って自分でこう。へ、えー、いつも彼は変わらずもう朝起きて。はい。 なんか、運動して曲作ってる。へ、えー。そう。なん変わってないかはいはいはい。<laughs> なんか、観光とかはしました観光、そうだね。あ,あまり、なんか、車で乗っていくときに、ちょっとどっか通ったりぐらい。はいはいはい。まあ、1週間ぐらい、ちょっとぐらいしかなかったかう,んうん。あまり、そんな、なんか、ビーチ行ったりとかはしなかった、ねえー本当。えー、ほんとえじゃあ、観光らしい観光もせず、一応、ミュージックビデオとか撮ってみたいな。ミュージックビデオはどこで撮ったんですか 言えないか。どうなんだろういや、あのー、普通に、あ,のまあどこで自分でも住むのその名前自体、ちょっとわかんないです。うんうん、LA のまあ、エコパークのちょっと、ああ、はいはいはい。あの近くとか、まあちょっとグエンデールの方行ったり。ああ、いいですね。えー、LA はどこ、これは初めてではなかった ?LA は。LA は初めてでは,はない。LA はどこが好きとかあるっかんですか自分 LA りに出してもしばらく、うん、あ6年ぐらくらい。どこ、まあ、その、ちゃ友達がいる。 住んでる場所とか、友達の家とか、友達のスタジオとか、その、そういう中、待って多いけど、みんな結構、あちこちにいるから。ああ、LA でかいから。確かに、確かに。え、そうなんだえ、LA あれとか食べましたあの、メキシコ料理とか。まあもちろん、タコトラックタコトラック一番、って美味しいですよね。 マジマイ、安いスイシ、ヤスえ、何が好きネタは何が好きですか一番。アサダアサダ、<だ><だ>イエイイエーイ、ステーキ、いやイ、ダスクエイ、ダスクエアサダ、いいイすよねあれ、はい、食べましたカリフォルニアブリトーのとあかイエ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 イっイエ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  いや、えれえな。楽しそうだったな。そっか。え、次はなんかどっか行く予定とか行きたい国とかあったりするんですかああ、まあ行きたい国はいっぱいあるけど、うんうん、今のところ次予定してるのがアメリカで、また多分秋に、まあニューヨークは、ニューヨーク一回、ポップ,アップだけしに行って、うんうん、で、また秋にもし話が進めば、パークイベントかなんかパしに行きたいなと。 お向こうに自分たちで持ってってって自分たちとあっちの、今話している中、うん、あちんヒップホップとはちょっと間違ってなかダンスとフットワーク。えー、シカゴ星加が結構そこの音楽の拠点なんだけど、そこのフットワークのレベルと一緒にパーティーをやるっていう話をしました、えー。やばもしできればだけど、ね。すごいですね。それも世界的にじゃあいろんなことも計画していろんな進めててみたいな。 すげえな。ちなみに東京ビタミンでこれからやっていきたい大きな目標とか夢とかあったりするんですか結構今,今のやってる活動をそ,れそのままなんか続けて、スケールを少しずつ全て、新しいものを挑戦したりしたいけど、うん、あと、早くそのまたいろんな人が東京来てもったり、うん、また海外行って,くるってもらったりとしたり。えー じゃあまあ東京ビタミンはこれからそういうふうに動きたい、動いていきたいということで、これからなんかコラボしたい人とかいたりしますあー特に、ちょっと、すぐ思いつかないけど、うん、まだなんかいろんな一緒にやってみたい人は、うん。アーティストとか、う<ー>これから多分やっていきたいとえー、ちなみに東京ビタミンのいろんなインフォメーションとか、なんかアップデートとかはどういうチャンネルから見たらいいとかってありますあー もうじ、もう、東京ビタミンのインスタ。インスタグラム。自分か、ケンちゃん、東京のインスタグラム。うん,うん。了解,了解じゃあ、下の方に貼っていくんでね。ぜひぜひね、これからもね、あの、いろんなすごいクリエイティブで新しいことやっていくと思うので、ぜひぜひ皆さんね、東京ビタミンの方もチェックしていただいて、これからも応援します。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう !Peace! ありがとうございました。<laughs> <laughs>